両元兼務2年12月8日は、鎌倉時代の浄土新宗の僧。郷は空将。六郎僧の一人。仏皇寺、皇庄寺七世。新宗仏皇寺派と新宗教聖派では、中皇とする。妻は両名に。出寺については、皇庄寺四世両会のことも、武士の金森や三郎が出家したとも言われる。これに対して、両元を頼っていた有りが表した。 ありかく一匹では、おさらぎこれさだの家臣、比類博ひの中間、やさぶろうで、苗字な着物であったとする。仏鉱寺ではこれを否定するが、熊野恒明は、比類博ひが名工を回帰とする、貧乏国密テ寺,寺のあった山南郷の領主であった、実在の人物であることを示すとともに、両元は、大仏家などの幕臣や、おうちの人的つながりを利用して、布教活動を行っており、 両元が中間であったからこそ勢力を拡大できたと結論づけている。両元は親鸞神仏の流れを組む源会を外する荒木門との一員で、限界の後は両海受け会名工と続き、両元は名工の教えを受けた。限界は武蔵国荒木を、名工は鎌倉郊外の天縄を活動の拠点としており、 北条氏ら関東武士とのつながりが深い集団であった。元王2年、両元は大谷平等を訪れて、各女、有格武士と対面し、教えを受けている。有格によれば、当時の両元は未だに俗体であった。ただし、当時の大谷家は、親鸞の直系として、平等を守ることを任としていたものの、特定の門徒には属していないかった。なお、おさらぎこれさだが、 六原短大を務めていた時期とおっており、両元は、比類広氏に従って上落していたと考えられる。同じ年、寺院根流を意図して、阿弥陀如来像と自作の聖徳太子像を伴いながら、肝心活動を始める。また、これを機に正式に出家したと見られている。公式にはこの年を、交渉寺創建の年としているが、実際に、山品の地に、建物が完成したのは、 数年後と見られている。寺名は、聖徳太子が作ったとされていた、病屈下の一節から、高章寺と命名した。後に各女と対立した後、両元は、高章寺を、新蘭創建の寺と主張するようになるが、もちろんこれは、史実ではない一方で、両元がもともと、高章寺を、京都の西野東院にあった、新蘭生前の重坊山品に移転して、 自覚化したという意識を持っていた可能性がある。現行3年、角女、有角不子が対立して角女が、有角の技術を決めると、有角を支持する、東国門徒と角女の対立が激しくなり、両元も行き場を失った有角を、交渉時で保護したことから、両元と角女の関係が悪化、また教家活動の拠点を旧仏教の盛んな京都に、打つスから、火略3年頃に、 楽東のシルダニに移した。渋谷は、六原丹大に近く、丹大の悲観やその従者たちが多く住んでいた地域と推測され、比留市の中間であった両元の知人も多く住んでおり、移転自体が彼らの支援を受けた可能性が高い。伝承では、両元が山品より、楽東渋谷に寺本を移した際に、阿弥陀仏、三寺の直後を、五代五天皇から賜ったとされているが、 実際には、渋谷移転は、各女の大谷平等との決別を意味することになり、形式上は、各女の許可を得て命名した高渉寺の名称が、使えなくなってしまったため、両玄がおもんじていた、孔明本尊を念頭に置き、有角の許可を得る形で命名したとみられている。両玄は独自の名調や絵系図を用いて京都だけでは、なく、西日本にも布教活動をし、 仏光寺の共戦を拡大していくが、行き通った各女は、改め横島章を表して、両元の説を親蘭の教えに反するものとして非難するとともに、大谷平等の自覚化を進めることになる。その後、両元は、伊賀国の山中で不況中に殺されてしまったが、仏光寺は、長男の源の乱が発生となる。しかし、その死後は、両元の妻で、 源の乱の母である両名義が旧姓となった。この時代としては非常に珍しい女性の奏主であった。ありがとうございます。